毎朝釘付けになっている。朝ドラ、カムカムエヴリバディ。もう何十年も、昔の人たちの日常なのに、こんなに引き込まれていくのは、一体、なぜなんでしょうか。三世代100年を紡ぐドラマの原点となる、ある人物の驚くべき生涯や家族について、気になって調べてみることに。その人物とは、当時、国民的なラジオ英語講座で講師を務めていた平川唯一さん。平川さんは岡山県のご出身で、1993年に91歳で旅立たれるまで英語会話に携わってきたそうですが、その生涯はドラマ以上に波乱万丈でした。岡山県の農家の次男だった平川さんには、事業に失敗してアメリカへ出稼ぎに行き、鉄道建設の仕事をしていた父親がいました。しかし、長い間、帰ってこなかったので、平川さんが手紙を書いたところ、お前たちも、一度来てみるか。と、父親から旅費が送られてきたそうです。早速、1918年16歳の時、ABC も知らないまま、兄とアメリカに旅立ちます。父と一緒に、1年ほど、鉄道の仕事をした後、無事、父親を日本に帰国させたのですが、平川さん兄弟はアメリカに残り、兄は自動車修理技術を学んだ後に日本に帰国。平川さんは、最初はシアトルの日本人町の商店で働いたものの、英語が話せず、接客に苦労したため、英語を身につけようと、1919年、17歳の時、裕福なアメリカ人の家庭に、スクールボーイとして住み込んで、週に2ドル50セントを稼ぎながら、学校に通うことにしたのです。それからはジョン万次郎にちなんで、ジョー平川と名乗って、幼い子供たちと小学校で学び、ブロードウェイハイスクールから、ワシントン大学では発明家を目指して、物理学を専攻しますが、途中から演劇家に移り、1931年、28歳の時、首席で卒業します。まさに劇的な英語習得をされたわけです。大学卒業後はロサンゼルスの教会の副牧師をしながら、ジョー平川の名でハリウッド映画や小劇場にも出演する俳優でもあった平川さんは、後に妻となる滝田米さんと教会で出会います。ちなみにどんな方かというと、東京神田の出身の裕福な洋服商のお嬢さんで、日本舞踊と三味線をたしなんでいたようです。彼女は日本で小学校の教師をしていた時、アメリカの学校の見学のために渡米。その後、教師を退職して教育学を学ぶために、再度留学生として南カリフォルニア大学に留学。当時、気軽にアメリカに行ける時代ではなく、とんでもない行動力に驚かざるを得ません。そして、平川唯一さんと出会って結婚しています。1936年、妻の大学卒業と長男が生まれたことで、一家は日本に帰国します。平川さんは、しばらくは、今の電通で働きますが、後に NHK 海外放送スタッフに採用され、現在の NHK ラジオ、国際放送のアナウンサーとなっています。2名の募集に50人以上が応募するという難関でしたが、とんでもないラッキーが起こったのだとか。就職試験の朝に、新聞の解説記事の一つを試しに英訳してみたところ、偶然、それが試験の課題として出たそうです。まさに奇跡としか言いようがありません。それから5年後の1941年に太平洋戦争が勃発します。戦中は NHK 国際放送のチーフアナウンサーとして活躍。また終戦時には玉音放送を英訳し、国外に向けてアナウンスしています。終戦後は GHQ の要請で占領放送に携わって、1945年に NHK を退職しています。複雑な思いもあったことでしょう。しかし、まだ GHQ 支配下の1946年2月から、占領下での英語教育の一環ということで、NHK 第1ラジオで、夕食時の夜6時から15分間、
初級英会話講座の講師を担当することになります。これが一躍大ブレイクの転機となります。童謡證城寺の狸囃子の曲に乗せて番組のテーマ曲カムカムエブリバディを作詞。歌詞の内容は一般的な日本人家庭の日常をネタとしていたので、子供たちは楽しく英語を学ぶことができて、たちまち国民的人気ソングになり、番組はカムカム英語と呼ばれて大人気となります。ドラマでも安子が通りがかりの家の前で聞いてましたね。平川さんは自身の体験から考えた末、言葉は赤ちゃんになって覚えていくのが一番、楽しく遊びながら学ばなくては、そんな思いがあったそうです。番組が人気だった理由は英語遊びだったからでしょう。カムカム先生、カムカムおじさんと呼ばれて元祖英語ブームの火付け役となり、ラジオスターとして一世を風靡します。そんな番組に届けられたファンレターはなんと50万通にもなったそうです。しかし1951年2月9日、突如自ら番組を降板することになります。一体何があったのでしょうか。あくまで憶測ですが、平川さんとのギャラが折り合わなかったという説もありますが、一般的には番組に自信を持つ平川さんとリニューアルを考える局側とのすれ違いが降板の原因になったと言われています。しかしラジオ東京の記念すべき開局の目玉番組として1951年12月25日朝7時15分、番組名カムカム英語として再スタートします。実はこれには大人の事情があったのです。というのも、この番組はアサヒビールがスポンサーしていたのですが、カムカム英語は往年の人気を得られず、わずか1年で放送が打ち切りとなって、その後文化放送にキー局を移しますが、回復しないまま1955年7月に放送終了。終戦後の暗い世の中に一筋の光明を差し、一世を風靡したラジオ番組としては寂しい幕引きとなりました。当時民間のテレビ局が次々に開局し始めたことも、広告業界に影響があったからかもしれませんね。その後は世田谷の自宅で英会話教室カムカムクラブを開いた平川さん。1957年、外国映画輸入会社の太平洋テレビで翻訳部長を経て副社長となり、1976年には文語等尊根旭日賞を受賞し、その後のライフワークとして英文の読みを振り仮名で示した。みんなのカムカム英語を出版したり、全54冊のラジオテキストを収めた復刻版を出版。1993年肺炎のため91歳で旅立たれています。最後まで英語を楽しんでもらうことが平川さんの人生そのものだったんですね。平川さんと妻米さんの間には4人のお子さんがいらっしゃるようです。長男の澄夫さんは両親に抱かれて日本に帰国していますが、15歳の時まさに父と同じように貨物船に乗って単身アメリカに渡っています。しかもものすごい人物となっていたのです。父と同じようにワシントン大学に入学、ニューヨークロースクールを卒業してシアトルの銀行に就職した後、三菱銀行シアトル支店長やワシントン州日米協会会長などをされています。残念ながら2018年に逝去されています。長男誕生から5年後、次男の清さんが誕生。慶応義塾外国語学校の講師を25年間務め、カムカム英語センターを主催して父親の仕事を受け継ぐ形で仕事をしていました。後にホリー株式会社に勤めてホリー商事を設立して代表になっています。ウクレレ奏者で生徒さんもいるそうです。清さんは父親について何冊か本を書いていて、父親の役を歌手のさだまさしさんがされることを知ってとても喜ばれていたそうです。その後1942年に長女が生まれています。長女については名前など詳細が不明ですが、
侍女と日本舞踊を習っていたと言われています。そして4人兄弟の末っ子として1945年に侍女のマリコさんが誕生します。父親のカムカム英語を生まれた時からラジオで聞いていたマリコさん、現在はご結婚されて大野さんとおっしゃいます。幼い頃から始めた日本舞踊は20歳で名取となって、33歳で三味線でも名取となっています。20歳の時に初めて長男を頼ってアメリカに渡って1年間シアトル大学に通っています。東京では時計や姉と一緒に父の英会話教室のカムカムクラブを手伝ったり、本田技研工業外国部などで勤務したり、得意の英語を生かす仕事を続ける一方、シアトルで日本舞踊や三味線など伝統芸能を紹介することが増えていき、1983年歌舞伎アカデミーを創設し弟子を取るようになったのだとか。たとえコロナ禍でもオンラインも駆使して日本舞踊、長唄三味線や日本語会話を教えているそうです。ちなみに生徒からメリー先生と呼ばれているマリコさん、なぜかというと平川家では子供たちは両親をダディ、ママと呼び、4人の子供たちは英語名で呼ばれたそうです。長男の住代さんはビクター、そして末っ子のマリコさんはメリーだったそうです。あるインタビューでメリーさんは、心血注いでカムカム英語を教えてきた、父の背中を見て育ったからでしょうね、指導には根気がいりますが教える喜びは何者にも変えられません、そう語っていたそうです。現在メリーさんはかつてラジオでカムカム英語を聞いてた人を探しているのだとか。いかがでしたでしょうか。調べていくうちに平川家三代の話はまさに当時の日米関係の変化を映し出す鏡のように思えてなりませんでした。平川家の子供たちが描き出した人生こそが父平川唯一さんが望んだ正真正銘のカムカムエブリバディだったのではないでしょうか。あなたはどう思いましたか。それではまた次回お会いしましょう。